南チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日はね、いつもと違う場所で、そして、ゲストの方を交えて喋ってます。ここは、茨城県水戸にあります、新妻花れさんという和菓子屋さんに今日は来ております。店主の新妻さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、ここに来てるのは実は去年も弾き語りライブをやったんですけど、はい、なんとこの、今年ボリューム2、2回目をやるというふうなことで、ありがとうございます。そしたら、まあ、去年も1回ここでライブをやってるってことなんですけど、はい、まあ、ちょっとそもそも第1回がどんな風に始まったのか、まあ、このお二人の関係性みたいなことも改めてちょっと聞いていいですか。はい、まあ、共通の知人がいて、その子が水戸に住んでまして、うん、まあ、実はその人はその YouTube を始めるきっかけにもなっている人でもあって、まあそのご縁があって、私の雰囲気にすごい合ってるんじゃないかみたいな感じで紹介してもらってっていうのがきっかけですかね。なんか1回目をやってみて、なんか印象に残ったこととかありますか。まあすごいやっぱりそのね、歌ったところそっち側にあるけど、小上がりみたいになってて、なんか雰囲気もすごい良くて、でなんかみんなでちゃぶ台の周りに集まって聴いてるみたいな感じで、まあ、なんかこうアットホームな雰囲気が出てたかなっていう、まあアンプとかも使わずに生音でやったっていうのもあって、なんかこうここ自体響きもすごいなんかいいし、なんか結構なんだろう、直接こうなんか聞いてもらえたみたいなのがすごい良かったなっていうのは感想です。だから新妻さんは、はい、この場所は普段はそれこそ、ね、和菓子屋さんとしてやっていて、初のライブみたいなイベントごとが、そうですね、誰かを呼んでお客さんたくさん集まって何かを催すってことがまずないから、なんかそう、みなみちゃんのその共通の友達からお話をいただいた時は、多分断るだろうなと思ったんですけど、なんか結構強くしつこく来て、ああじゃあやってみようかなっていう、まあさっきのね話と重なる部分もあるんですけど、うん、まあ、そういった経緯で、うんうん、ライブやって、で今回2回目じゃないですか、うん、実は僕からそう共通 の, 友人とみなみちゃんに、うんうん、もう僕からあれ今年はやらないのって、うん、そう行ったらじゃあやりましょうってことで、うん、なんか本当に去年やってみてすごくいいイベントだったなと思ったんで、うん、今年もって、ね、なんか普段の営業の風景とはもう全く違う場になったっていう風な感じ、ね、まあ、時間帯もね、夜営業後というか、うんうん、夕方から夜にかけての景色なんで、やっぱり全然違う、いい景色が見れたなっていう風に思います、うんうん、この1年他のライブとかはしてないってことですもんね。もちろん、うん、和菓子屋だしありがたいですね、いやいやいや、で、まあ、去年も YouTube でカバーしている曲を、まあ、たくさん改めてここで再現というかライブやるみたいな感じでやったけど、なんかその辺のこうライブの構想みたいな、うん、ちょっとどんなライブになるのか聞いてもいいですか。去年よりちょっと時間を全体的に結構ボリュームアップして、うん、せっかくワンマンライブなんで、うん、でちょっとこう前後半みたいな感じでちょっと分けた構成にしようかなと思って、うん、まあ、前半はカバー曲中心に歌って、後半はもうせっかくなんでオリジナル中心に、結構もうどこにも今動画とかにも出してないけど何曲かやっぱ溜まってるんで、それをちょっと演奏したいと思ってて、うん、で、まあ、その前半と後半の間にちょっとね、お菓子タイムを、うん、せっかくね、和菓子屋でやってるし、うん、去年もね、お団子を用意していたね、うん、そうですね、月見の時期だったり、うんうんうん、ね、また今年は違ったお菓子を、ね、結構ね、なんか楽しみ、スペシャルな感じだね、うん、で乾杯じゃなくてみんなでお団子をね、食べながら、うん、やるみたいな感じで、もちろん飲みドリンクもご用意させていただくことかなと思って
お茶のお酒とかありましたね。あ、ありましたね。お茶割りみたい、うん、あれすごいな、うん、確かに、ね、今年もやりたいな、やった、すごい面白い会になりましたよね、なんか、うん、しかもあれですね、今回はちょっとこのライブ用の特別なお菓子を、そう、あの、まあ、前回も普段の通常営業ではないお団子、うん、お団子ってやってないんですけど、うん、あの前回去年もあのオリジナルのお菓子も作らせていただいたんですけど、うん、まあ、今年はまたさらにバージョンアップということで、うん、あのね、ちょっと教えたいんですけどあの内容はね、内容当日の、ね、うん、スペシャルの今仕込んでます、そう、さっきもね、可愛いのが、うん、打ち合わせしてましたもんね、うん、そこで今結構可愛いのできます、うんうん、楽しみですね、うん、いやもう本当に美味しいのは間違いないんで、うん、それでさらに見た目も可愛いとなると気になりますね、うん詳細な情報をね、うん、皆さんにお伝えできればと思うので、うんうん、お願いしていいですか。はい。じゃあ日時。はい、日時。日時は11月16日の土曜日。うん、土曜日。5時半夕方の5時半オープンで6時スタートになります。5時半に入ってもらったらなんかね飲み物とかお酒とかもそこで頼んでもらえると思うんで、うん、なんかちょっとゆったりしつつ開始を待ってもらえればみたいな。うん、感じで考えてます。車で来られる方は、うん、駐車場が目の前に、うんうんうん、いくつかあったり近くにもね、うん、駐車場がいくつかあるので、うん、まあ空いてなかったらあれば、うんうん、っていう風な感じで皆さん遠方から来られるかと思うんですけども、うん、一応そこの辺も大丈夫ですので、電車は電車で一番、電車はそう、最寄り駅が赤塚駅ってところあるんですけど、うん、そこから歩くと20分ぐらい、うんうん、かかるから、まあタクシーも常にあるんで、うん、タクシーだと5分ぐらいで来れるかなっていうふうに思います、うんうんうん、予約チケットとか予約されたい方は今インスタの DM を送っていただくか、あのメールアドレス、あの概要欄に書いておくので、そこをちょっと見ていただいて、うん、お名前とかあの人数とかおっしゃっていただいたらあの入れるようにしますんで、でもお店も席がちょっと限られてるので、まあ、早めにちょっと予約していただけたらと思いますって感じですかね、うん、まあ、そんなわけで、まあ、あの第2回ということでさらにボリュあの気合を入れてやるライブになってますし、うん、お菓子もねこの魅力的な新妻さんと一緒に食べれますので、はい、あのぜひ遊びに来てください、うん、今日はそんな動画でした。待ってます、はい、ありがとうございます。ではでは待ってます。待ってます。これ難しい質問かもしれないですけど、新妻さんの好きな和菓子って何ですか？あー、そうですね、そんな質問されたことないですね、うん、あーけどお餅系の、うん、和菓子が好きだな、うんうん、洋菓子にはない食感が出せるんですよね、うん、餅生地って、うん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 、どら焼きの食感だったりとかもちもちが結構和菓子の特徴かもね、うん、そう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 、なんか和菓子特有の食感かな、うん、あと洋風な材料でもちもち生地って出せます？うん、食ったことないね。サクサクか、うん、もうなんかもちもちってもち米っていうかその、まあ、米でしかやっぱ出せないくて、うんうん、なんかそれが、まあ、和菓子の良さと か、うん、なんか特性っていろいろあるんですけど、うん、まあ、一つ の、 あの、まあ、特徴として、うん、あのもちもちの食感を出せるのが和菓子のいいところで、うん、僕はお餅生地の大福とか、うん、お団子とか、うん、あ、大福ですよね。好きっすね。大福うまいよね。うまいうまい大福、うん、一番うまいかもしれない、うん、大福なんかもうーってしたい、うんうん、そうね、飲み込んだ時も喉にあまだここにいるみたいな感覚がねたまんないんですよ僕は今通ったねみたいなそう、餅生地ですね。お餅系の、うん、あのお餅だったり、いやー、いいね。11月だもんね、ライブ。そうですね、うん、するといちごだ、いちごの季節も始まるんで、いちやっぱりいちご大福って、うん、うまいですよね。いちご大福うまくないですか？うん、うまいです。なんかやっぱり大福、なんかフルーツ大福っていろいろあるんですよ、うんうんうん、こんなさ、フルーツ大福あるんだけど、うん、やっぱいちごよりなんか合うものないんですよ、うんうん、
向こう100年出てこないっすね。あのやっぱりあのいちごの酸味と、うん、小豆の甘みの相性って、うんうん、相性いいし最強なんですよね、うん、食感もいいっすよね、もちもちとシャキシャキというか、うん、そのねいちごのビジュアルもいいし、ね、ビジュアルもいいね、名前もいいし、うん、いちご大福大好きって言われます。